こんにちは皆さん、今日はいろんな人に台湾で携帯は日本の携帯が使えるのって言われるんですけど、僕はSIM フリーだったらこっちに持ってきてそのまんまこっちの契約をできるんですけど、 au とかドコモソフトバンクで入ってるキャリアの携帯を持ってきてこっちで使用すると SIM ロックがかかっているとできないんですね。僕は SIM フリーの携帯を台湾で購入したのでそれのご紹介をしたいと思います。こちらです。台湾の会社の ASUS っていう会社ですね。パソコンとかも作ってる会社で、最近はスマートフォンにも力を入れていて、この Zenfone 3というものモデルを買いました。日本でも、最近発売になったみたいで、すごいいろんな人が Zenfone はすごい使いやすいと言っていたのでこれにしました。以前もZenfone を使ってたんですね。こちらですね、 Zenfone 5を使っていて、ちょっとこれがもう1年半ぐらい使っていろいろとガタが来て、で新しい Zenfone 3の方に変えました。でこれ何がまず大きく変わったかというと、5から3、まあ真ん中に2ってのもあるんですけど、まず大きく変わったのが背面なんですね。このカメラのところにですね、指紋認証がついて、こちらですね、もうここを触れるだけで中身解除できるようになったんですね。これすごい便利で、前だったらもうここクリックして開けるか、まあ、2回タップして2は開け開けれるんですけど、ここをタップしてすぐオフモードからオンまで早いんですね。これが一番便利ですね、僕的には、個人的には。その次に便利になったことが、 SIM カードが2枚させるというポイントもあるんですけど、 4G と 3G の両方使える。僕はまだその利用方法は使ったことないんですけど、なんか一つは格安 SIM を入れて、もう一つは au の端末を入れて、で au の方は番号を保つためだけに使ったり、そういう2枚差しができるみたいな感じですね。 SIM カードを抜いてですね、よいしょ、ここに、SIM が入ってるんですけど、ここの部分が2枚入るようになってるんですね。ここに1枚、ここに1枚と。でここはマイクロ SD も入れれるということで、マイクロ SD で中身を足すこともできます。これは旅行してる時とかもデュアルSIMなので、例えばこの前日本に帰った時もこれに日本のSIMカードを、このSIM1ってところにはちょっと見えるかな、ちょっと光が強いですね、SIM1使用可能って今なってて、これは台湾のSIM入ってて、台湾のSIMじゃなくて日本のSIMを使う時はSIM2の方に切り替えてで使えるので、 SIM カードをなくすこともなくてすごい便利です。で後の機能としてすごい便利な機能がカメラ機能ですね。カメラ機能がすごい良くて、まずこれはオートモードなんですけど、ちょっと待ってください。オートでもちろん合わせてくれるっていうのもあるんですけど、マニュアル、ここに M っていうボタンがあってマニュアル撮影もできるんですね。でこれで、ここのホワイトバランスとかシャッタースピードを自分で変えれて、これは明るすぎるなって時はちょっとシャッタースピードとかをいじれて、ちょっと最初からこれが入ってるのでアプリとかを利用しなくても、この携帯の画面だけでマニュアル設定で写真を撮ることができます。日本での、価格帯が39,800円（税抜き）となってるんですけど、これ台湾で今買うとですね、7,300台湾ドルといって、ちょっと現在今日時点の11月18日時点で言うと7300元で僕はこれを買いました。もちろんお店によってもちょっとずつ変わってくると思うのですが、今日本円ですると25,000円ですね。日本で売られている価格は39,800円、ほぼ4万円で、現在台湾で買うと25,000円っていうことなので、差額だけでも14,000円差があって、もし同じものをで、しかも台湾で買っても日本で使えるので、SIM フリーなので、もしこれ台湾に来た時に旅行のついでに買うのもいいのかなと思いました。25,000円ってことは14,000円も浮くので、14,000円で、まあ渡航費の足しにも、渡航費を払ったとしても、結構プラマイゼロで来れるので、台湾に来れて、また旅行もできて、SIM フリーの携帯も安く手に入るので、もしよかったら、この ASUS の携帯を買ってみてはいかがでしょうか。他のサイズとかの詳細は下の概要欄のところに書いておきます。そんな感じです。結構持ちやすくて僕は使いやすいなと思います。軽いですし、そんなところです。それでは。